ネトゲで知り合った東京に住んでいるネット友達がバイトを始めたらしい。なんでも指定の場所に行って穴を掘る。ただそれだけのバイトだ。指定される場所は人里離れた林や山の中で、結構な深さを掘らないとダメだったらしいが、一箇所掘るだけで3万円から5万円程度になるらしく、とても助かっていると言っていた。数週間後、やはり彼はインしなくなった。お金がないっていうのは悲しいものですね。愛する我が子たちに満足に食事も与えてやれないんですから。もう丸3日、私も子供たちも何も食べてないんですよ。でも嬉しいことに、今日は子供に久しぶりの食事、しかもお肉を食べさせてあげられるんです。それにあれだけあれば、あと3日ぐらいは持つでしょうね。子供の喜ぶ顔が目に浮かびます。それにしても私はバカですね。あれほどいい食材が身近にあることに気がつかなかったなんて。いかがだったでしょうか。お話に隠された本当の意味はわかりましたか。答えがわかったという方は、ぜひコメント欄に回答してみてくださいね。当ラジオのご主人様は、いつでもあなた方の挑戦をお待ちしておりますよ。それではまた次回のいみこわラジオでお会いいたしましょう。